次元の体は意識の器として不十分だったのだ。このまま転生しても次元の体は意識のチャクラに耐えきれない。せいぜい2日もすれば死んでしまうだろう。そこで意識は次元による転生を見送り、新たな器を用意することにした。意識のための新たな器、それがカワキか。おい、見ろ。おう、どうやら接続が復活したようだ。くだらん手品だ。こんなものでこの私を捕らえられるとでも。ええ、思いませんと。呪法炎か、小締め。どとんで床に刻印を。口寄せの術。何かと思えばこの後に及んで炎だと。何、吸収できない。この炎はまさか。貴様、やつをカワキの体で転生させてはならん。もしやつが完全な形で復活したら、もはや打ち手はない。この世の終わりってやつだ。カーマがある限り大つつきは蘇る。奴らは死を超越した存在だが、やり方がないわけではない。教えてやろう、君たちに大筒木の殺し方を。